ミルドレッド・ピアースは1945年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。ジェームズ・ M ・ケインの1941年の小説、ミルドレッド・ピアースの映画化であり、マイケル・カーティスが監督、ジョーン・クロフォードが主演した。クロフォードにとっては MGM からワーナー・ブラザースへ移った最初の主演作で、本作で初のアカデミー主演女優賞ノミネート、受賞を果たした。 日本では長らく劇場未公開であったが、深夜の銃声、偽りの結婚や、ミルドレッドピアース深夜の銃声といったタイトルでテレビ放映されたこともある。日本では2013年5月3日に DVD 発売。ある夜、地元の名詞モンティ・ベラゴンが射殺される。事件の容疑者として、被害者の妻ミルドレッドの元夫、バート・ピアースが逮捕されるが、ミルドレッドは刑事に、 バートは犯人ではないと主張する。狂気の拳銃がバートのものであり、アリバイがない上に犯行を否定しないバートが犯人でないと言い張る理由を問いただされたミルドーレットは事件に至るまでの経緯を語り出す。4年前、平凡な主婦だったミルドーレットは、不動産屋を経営していた夫バートが職を失い、しかも浮気していることからバートを家から追い出す。二人の娘をこれまで 通り、道理上流階級の娘のように育てたい。ミルドレッドは職を探すが、専業主婦だった彼女に、職は見つからない。しかし、偶然入った大衆食堂が人手不足と知ると、その場で自分を売り込み、ウェイトレスとして働くことになる。すぐに優秀なウェイトレスになったミルドレッドだったが、そんな仕事をしている母親を、長女 B だは、恥ずかしいとなじる。 ビーダーを叱りつけたミルドレッドだったが、これをきっかけに自分でレストランを経営したいと思うようになる。夫、バートのかつてのビジネスパートナーだった友人、ウォーリーの紹介で金に困っている、富豪をモンティ・ベラゴンが所有する物件を手に入れたミルドレッドは自分の店の開店準備を進める。そんなミルドレッドに惹かれたモンティは彼女に積極的にアプローチし、 二人は深い仲となる。ところが二人で過ごした後に家に戻ったミルドレットは、自助刑が急病で倒れたことを知る。慌てて駆けつけるが、刑はあっけなく、息を引き取る。ミルドレットの店は、ビジネスパートナーとなったウォーリーとウェイトレス時代に、親友となったベテランウェイトレス、間イ公園の働きもあり、開店初日から盛況となる。その後も店の経営は、順調に進み、 三年で五店舗を抱えるレストランチェーンとなる。一方、ビーダは母親の恋人モンティと共に過ごすことが多くなり、彼の贅沢な生活に触れる中で、額に汗して働く母親を一段と見下すようになる。ところが、モンティは実質的に破産しており、彼の贅沢な生活はミルドレッドによって支えられていたのだ。その状況にミルドレッドは、 ビーダをこれ以上堕落させたくないと、モンティに別れを告げる。ところが、ビーダの本当な生活は変わらない。金持ちの息子と関係を持ち、嘘の妊娠で、時短金をせしめたことを知ったミルドレッドは、激しい衝撃を受ける。しかも、ビーダは母親を含め、今までの自分の生活のすべてと縁を切るためには、金が必要だったのだという。ミルドレッドは激怒し、ビーダを、 家から追い出す。しばらくして、温信不通のビーダが、ウォーリーの経営する酒場で歌手として働いていることを知ったミルドレッドは、ビーダを取り戻すために、ビーダが望む、モンキのような生活を手に入れようと、モンキと結婚し、彼の屋敷を手に入れる。しかし、この結婚は愛のない契約に過ぎず、モンキは結婚の対価として、ミルドレッドの会社の共同経営者となる。 希望通りにビーダを取り戻したミルドレッドはこれまで以上にビーダに贅沢な生活をさせる。しかし、これにより会社の経営は著しく悪化。しかもモンティが会社の株を売っていると知ったミルドレッドは意を決し、かつてバートが残していった拳銃を手にモンティの下に向かう。しかし、そこでミルドレッドが目にしたのはモンティがビーダと抱き合い、愛を交わしている姿だった。 ショックを受けるミルドレッドに、開き直った、ビーダはモンティが愛しているのは自分だと追い打ちをかける。ミルドレッドがその場から逃げ出すと、モンティは、ビーダに、お前のようなアバズレと結婚する気はないと告げる。怒った、ビーダはミルドレッドが落としていった拳銃でモンティを、撃ち殺してしまう。銃声を聞いて戻ってきたミルドレッドは、ビーダの頼みを断りきれず、ビーダの犯行を隠す工作をすることになる。 ミルドレッドはオーリーに罪を着せようとしたが失敗、自分が殺したと告白する。しかし、犯行時刻にビーダが現場にいたことを突き止めていた警察は、高飛びしようとしていたビーダをすでに捕まえていた。ミルドレッドはそれでもビーダをかばおうとするが、ミルドレッドがすべて話したという刑事の嘘を信じた、ビーダが母親をなじったことで、ビーダの犯行が明らかになる。 憔悴しきったミルドレッドはバートに支えられ、二人で警察を後にする。2011年3月から4月にかけて、米国の有料放送チャンネル HBO で、前後あのテレビミニシリーズとして放送された。監督は、トッド・ヘインズ、主演は、ケイト・ウィンスレッド。日本では2011年10月15日と16日に、ワウワウで、 ミルドレッド・ピアース幸せの代償として放送された。エミー賞のミニシリーズ、テレビ映画部門で主演女優賞と女演男優賞を受賞。映画版と異なり、殺人事件が起きないなど、より原作に近い形で映像化されている。ありがとうございます。